皆さんこんにちは、東京デンタルスクールの岡田です。本日はですね、こちら公衆衛生の、オーラルハイジーインデックスですねの計算方法について、説明していきます。こちらオーラルハイジーインデックスはですね、かなり、まあ、衛生の中でも出題の、可能性が高いところですね。そのため、しっかりですね覚えていただければと思います。まずはですね、こちら国家試験に出た内容から、オーラルハイジーインデックスですね計算見ていきたいと思います。こちらはですね、一番最初に、計算するときにですね、しっかり、理解しておかなければいけないのは、OHI はですね、DI たす CI ですね。こちらデブリスインデックスとカルキュラスインデックス、こちらをですね、足す計算ということですね。まずここをしっかり、覚えておかないと、後でわからなくなります。次にですね、こちらはですね、6部位に、分けるわけですね。こちらはですね、自分で抜き取る場合もあればですね、まあ、通常計算を簡単にするために6部位でですね、最初から与えられている場合も多くあります。今回はですね、この各6部位が与えられているときですね、この国家試験に沿っていきます。こちらはですね、 DI と CI は OHI はですね、こちら全てをこの6ブロックですね足すんですね。これをまず最初覚える必要があります。そのためですね、この強速、絶速、強速、絶速、まあ6部位あるんですけど、さらに強速と絶速があるんですね。ただこの OHI の場合はですね、この強速も絶速も、こちら関係ないんですね。そのため全てを足せばいいんです。全てを足すことが重要なんですね。その時にですね、まあ、合計といった数値があればですね、最初はそれを使えば一番簡単なんですね。まあ、自分でもちろん足してもですね、この合計を見ても、まあ、答えは一緒になるわけなんですけど、こちら結局与えられてるんであればですね、最初から6部位の合計を使った方がいいんですね。でこちらですね、 OHI また OHIS 後ほどやるんですけど、重要なのは、こちら V なんですね。6部位があれば6ではあるんですが、こちら例えば1部位がないとかですね言ったことがよくあるわけなんです。今回の問題でもこの一つの部位ですね、ここが×になってます。そのため1つの部位がないんですね。そのため5部位しかないんです。それがですね、しっかり覚える必要があるんです。そうするとですね、 DI デブリスインデックスはですね、こちら全て足しますと、まあ、最初から合計見ればですね数値すぐ出るんですけど15ですね。そこでここで6部位にしちゃうと間違いですね。これ×ついてますから5部位なんですね。そのため5分の15で3とまず計算できます。同じようにですね、歯石ですね、カルキュラスインデックス、こちらも5部位なんですよ。まあ、こちらも合計最初から、使ってしまうと簡単ですね。4と分かりますので0対1。そのため OHI はですね、こちら DI たす CI で 3.8 と、計算できます。まあ、一度見てもですね、まあ、説明でちょっと早くて分からない方は少し戻りながらですね、巻き戻しながら、練習していただければと思います。その次にですね、 OHIS ですね、このシンプルの方ですね。こちらはですね、先ほどと違ってですね、V が決まってるんですね。第9子6番を採用して、右上の1番、左下の1番ですね。ここの V をもう測定するますよと決まってるわけなんですね。そのためここを抜き取るんですけど、気をつけないといけないことがいくつかあります。このいくつかあるのが、皆さん間違えてしまう。科学の6番だけはですね、こちら絶速を採用するんですね。絶速、ね、これを覚えなければいけないんです。科学の66だけは絶速なんですね。それ以外は強速、まあ、心絶速も前歯だとありますけど、まあ、強速を採用するということなんですね。でここがまず間違いやすいところです。どこの部位を取るのか。次に間違いやすいのは欠損ですね。先ほどの通り、まあ、欠損の場合もあるわけなんですね。こちらはですね、1番が欠損した場合は反対側の1番を使うことになっています。そのため、まあ、例えば左下の1番がなければ右下の1番を数値として使うということですね。そしてですね、まあ、6番じゃなかったらどうするんですかというと、6番がなかったら7番を採用します。隣の7番を採用することになっています。今回の問題ですとですね、まあ、V は6部位すべてありますので、分母は DI も CI もですね6ですね。そしてこちらはですね、全てを足せばいいんですね。ここの、強速側は、この部位はですね、強速側を採用すればいい。そしてこちらは絶速側を採用するんですね。つまり DI を計算できれば同じ方法で CI も計算できる。そうするとですね、まあ、今回の問題ですと DI が2、CI が 1.5、 そのため OHIS はですね 3.5 と分かります。まあ、こちら計算問題なんで、まあ、例えば皆さん数学もそうですけど、一度ですね聞いて
まあ、例えば高校の時に1回聞いて、あ、分かりました、もう次回ができますということはなかなかいかないんですね。そのためこの動画をですね、まあ、何度か巻き戻しか、復習しながらですね、まあ、同じ数値になること、練習しながらですね、やっていただければと思います。東京デンタルスクールでは1年生から6年生のですね、歯学部の定期試験や CBT 国家試験、また国家試験浪人生のマンツーマン込み指導のですね、スクールを運営しています。皆さんですね、学校帰りに週1回とかですね、勉強して、教室でですね、まあ、勉強することができます。またですね、こちらオンライン利用して声援の更新と全国マンツーマンで、対策することもできます。また執筆させていただきましたシカナビという数学は全科目が1科目になっておりまして、こちらはですね、例えば国家試験どこまで勉強したらいいか分かんないとか、まあ、復習がしたいとか、そういったものを一冊でですね、カバーできて、全国書店やですね、オンライン書店でベストセラー1位もいただいたこともあります。また臨床実地問題集なども各種、発売させていただいております。ぜひですね、皆さん勉強して、また何かあればですね、ご相談いただければと思います。東京デンタルスクール岡田でした。